はい、半前は先生です。ですね、これはライブ投資ですね。私のライブ投資です。1万円からね、今日8月6日ですね、投資をしようと思います。で、この自動売買チェック外しまして、通貨国自動設定もチェック外します。で、15分バイナリーに設定してますね。で、録画オンはこれから設定しようと思います。これはライブ投資で、自動売買が禁止し、それから通貨国自動設定もこれ連絡したけども全然連絡来ないんで、利用しないようにしております。だから、実際このようなね、USBJPY 上に貼る、という音声の指示だけでね、こちらでこう打ちたい、取引したいと思います。ですので、これ開けといてすぐ打てるようにしましょう。マウスでね、全部転入力となります。シグナル待ちですね。もう8時になりましたけれども、自動売買を外して、通貨国自動選択も外すと。ただこの音声指示のこの伝言版だけで、私のね、インジケーターはこちらからね、分析されたデータをで投資します。そういうことでね、いたします。ではちょっと録画を GBTJPY 上に貼る。はい、シグナルが来ましたね。これはね、ライブ投資で投資してますので、自動売買チェックを外して、通貨国の自動選択も外してます。この音声指示から手入力だけで打ってます。次の指示が、ね、あるかもしれないんで、ちょっとこう開いておきましょう。これ自動でできませんから、ライブ投資全部手入力でマウスでこれね、クリックしないといけませんからね。これ開いておかないと、ね、時間かかりますから。左右にはデモで
自動売買させてます。これはライブなんで真ん中のパソコンは全部転入力となってます。一応不正がないかのために録画取っております。ライブ通しね、不正がないということでね、全部録画取ってますから、何か言われても記録取っております。ライブ通し全部録画取ってます。
2倍。下に、売る。これはライブ投資です。自動設定を外し、通学自動設定も外します。音声だけの指示だけで、投資してます。
はい、一つ勝ちましたね。これ落ちてくれればいいんですよね。これはライブ投資です、自動売買設定を外して通貨国自動設定も外しています、音声指示からだけこの点入力で全部ね、こうしてます。左と右はねパソコンあるんですけど音声がちょっと伝わると思うんですけども、これはデモで講座で2つこうしてますので自動売買で動かしてますのでね、左右はねのパスワード、左のパソコンが信号が出ましたね。はい、勝ちました。
1日くらいはね、これ、そんなのが出てきたけど、まあ、どうなんでしょうかね、これね。こちらこちらのシグナルだけで押してみましょう。イングランド USB 上に貼る。選択的だしやすいようにしてますね。左と右のパソコンがデモで動いてます。これはライブ投資ですので、自動売買はできません。チェックアウトして、通学を自動選択もまだ許可、連絡しても、回答が来ないんで、利用しておりません。で、全部手入力ですね。音声指示から手入力で投資してます。そのため、これ、開いといてね、いつでも通過国をこう選べやすいように、ね、このようにね、開いておきます、ね。シグナル音声指示が来る。してすぐ機敏にね、通過国を選べられるようにしてます。
はい、これはライブ投資ですので、自動売買を発しています、ちゃんとねこのようにね、これは私ですね。今上行ってくればいいんだけどな、あと5分もありますね。これライブ投資ですね。1万円から始めてます。今日ライブ投資ですね。ライブ投資なので自動売買設定を外して、通貨国自動選択もね外してます。全部手入力になってます。それで音声 CD からね、女の人から音声 CD からだけでこちらで私が打ってます。この間にねちょっと別の話をしたいと思います。SF 映画のスターゲートね、がありますけども、ものすごいスピードでね宇宙船が飛ぶとワープするというのがねありました。またスターゲートでね、ゲート通ると瞬間移動ですねができるという映画がありますね。これがね、実用化いたしました。実用化というか開発されました。実用化になるということで、ね、開発されました。強力な電磁波で無重力化をしましてね、それで、その変化の推進力を持って移動してしまうんですね。だから最高でマッハぐらいまで行っちゃうんですね。光のスピード、最高で光のスピードで移動できちゃうんですよ、ね、ただその間に飛ぶ間に塵とかね、岩石とか隕石とかね、ちっちゃな粒でもあったら破壊されちゃうんですね、宇宙船が。だから一回センサーで調べるんだけど、光と同じスピードでもし入ってきた場合は調べても入ってぶつかってしまうね。だから死ぬ確率も出るんですね。非常の時しか使えないですね。だから、マッハまで飛ばさないでね、今現在は音速の10倍ですか、音速の10倍で飛ばしてます。ワープさせてますね。根本の原理はね、宇宙人なんですね。宇宙人の円盤、空飛ぶ円盤、重力で飛ぶ、すごいね、推進力は、無重力、半無重力装置で飛ぶ、宇宙人が発明したね、円盤なんですね。で、それがね、地球に落下したり、いろんな、月に落下してたり、火星に落下してたりして、それをね、調べたんですね。仕組みを、原理をね。その宇宙船から。それで作ってしまったんですね、人間が。で、1995年ぐらいにね、もう、それで真似して作ってるらしいんですね、人間がね。それで今20機目ぐらいで作ってるんですね。でね、動力源のエネルギー源は原子炉を持ってます。原子炉をねつけて、磁場をね作ってます。あ、そんなことね、今ちょっとまた誰かのこちらワイナリーですか、その方にちょっと行きます。
きますよ。じゃあ止めます。またお話ししたいと思います。だからね、言うなれば、あの海外旅行行くっていうのだって1秒でワープしちゃうんですね。行くことができますね。できるようになっちゃう、ね、まだあの音速の10倍ですけどね、もっと加速すればね、1秒でね、外国行く前にスターゲート通るんですよ。そこ1秒で瞬間移動しちゃうね。そういうことができますね。技術的に作ればね。みたいなのはもう完成しちゃったんですね。ただ命がけなのね、間に飛ばすときに高速飛ばすね。なんか物質があったら死んじゃいますからね。ちっちゃなあのものでも弾丸以上ですから死んじゃいます。で、乗組員がね、中ですごい高速で飛んでいきだったんで、地まで囲っちゃってるからね、あの普通のロケットの重力とかね、ジェット機の重力がかかんないです。中に乗ってる人が感じるかね。早かったようですね。ちょっと画像を消しますね。LUBJPY 上に貼る。ちょっと遅れたね。どうかな。次、出しやすいように開いていきましょう。
リニアブ AVD 上に貼る。これしょうがないね。これしょうがないんだよね、これ。左右のパソコンもシグナル出てますね。これはライブ通しなんで、自動バイバイチェック外しています。それと自動設定も外してます。だいぶ騒ぎたけど勝てるかなって感じですね。どうかな。USB-CAD 上に貼る。
とこれですね、これはライブ投資ですのでチェック外してます、チェック外してます。イニアルエビュー下にいる。
リニューアル USB 上に貼る。
NRGBT 上に貼る。
AUD0PY。上に、株。